皆さんこんにちは、ペスでございます。横綱物語ですね、続きやってまいりたいと思います。1181回目ですね、新年度に入りました。71年目のね、初場所の場所へ稽古参りましょう。さあ、グラムグシさんね、惜しかったですね。最後ね、当たりは引いてたけどやる気ない、プラス不調になってしまってね散々だったんですけどね。うん、今場所は調子代わりしてますね。で、連覇なりませんでした。そして、千秋楽も負けてジンクス崩壊中、室町さん。室町さん不調になっちゃった。で、新町さんは申し合いですね。これもね、調子代わりしてるね、不調ではなくなってるね。まあ、ポイントを取るために3番目に持ってきたわけなんですけどね。で、小川さんも完成しました。ああ、小川さん不調か。これはちょっときついかな。で、二所都院さんは今場所は、11ポイント伸ばせるので、そのまま運び足1個入れて、あと集中力といきましょう。今出川さんは重量いてくれてよかったですね。集中力から、お、好調だ、ね、70のパラまず3つ上げましょう。で、寺之内さんが鉄砲からやね。おお、で、鎌田さん、鎌田さんも頑張りましたね、今回好調で。コロモダナさんは下半身で、判断力上げてお小遣いですね、上がり次第という感じかな。で、北山さん、北山さん調子変わっちゃった。20回の優勝まであと2つなんですけどね、ちょっと遠のいたかもしれない。来季からパラ落ちが始まりますからね。はい、では、このような育成方針で参りましょう。2日目、かない。小川さんね、不調なのは痛いな。さあ、まずは運び足、あとはずっと鉄砲ね、今場所は。で、今度は下半身、はい。で、鉄砲ですね、引かない。で、鎌田さんで、コロモダナさんが下半身こちらも引かなかった。北山さん、3日目いきます。まだ誰も引いてないね。で、ここから鉄砲で運び足やね。で、鉄砲、よし、まず引いた、寺野さん。で、コロモダナさんね、おい、あー、こっちは行かない北山さんは上り坂かな。さあ、今のところ010ですね。4日目行きましょう。おーし、よしよしよし。小川さん。で、鉄砲。
で、こっからはお小遣いのタイミングまで上半身ですね。で、今度は運べるし、あ、連発はならず、これもならさね、下半身引かんな。コローナーさんが引かない。はい、5日目、110ですね今のところは。今日は講演会やからね。今出川さんは上がるから、ちゃんと上半身に合わせましょう。引いてくれないね。では、第2クール突入。引かない。で、上半身。そろそろコロマダさん欲しいね。よし、引いた。これでポーズはなくなった。はい、7日目。おお、2ポイント目。OK。で、鉄砲。で、上半身あと3回。あ、間違えたけど引かんかったな。で、今度はね、申し合いですね。よし、連発。なんかね、あのタイミングなんよね、コロナさんの時はね。はい、8日目、112だね。もう4ポイントやね。ああ違う、212だ。ああ、3ポイント目は来ない。あー、寺本さんが引かねえ。次はここで小遣いね。はい、アイゴツさんでーす。で、あとどれぐらいまた稼いでくれるかやね。はい、9日目。
で、今日は上がんないね。で、明日お小遣い。タイミング合ってないな。で、そやな、16あるからね、66で10に、33、44でもいいか。ね。で、はい、第3クール。鉄砲ね。で、ここで小遣い。はい、ごっつぁんでーす。あー、いかない。で、コロモダンさんね。ああ、3ポイント目が来ないね。はい、11日目。3ポイント目いかない。第3クールが成績悪いね。さあ、上半身ですね、終了までね。いやー、寺野さんが引いてくれん。で、上半身で便か。まあまあ。おー、来た。213か。はい、12日目。3ポイント目が来ないな。なかなか難しいね。あ、届かんのか。59やな。いやー、寺野さんが引かん。で、次は運び屋しいとこか。おー、このタイミングやって、完全にコロモダンさんに関しては掴んだかもしれん。はい、13日目。214。あーね、こういう時に当たり引いちゃう。あー、せやな。あー、
そうやね、もうまた鉄砲でいいか。はい、残り2日、14日目。引いてたからな。これ60ね、あと1ポイントで61 58。おお、引いた。うん、 OKOKOK。 2ポイントきた。224か。さあ来るかな。あー、今日はいかないもう4ポイントいってるからすごい十分やねんけどね。さあ場所前稽古ラストですね。15日目いきましょう。はい、あー2ポイント。まあまあまあ全然取り返してくれればね、よかったけど。さあこれでね、来場所また小遣いがあるんでね、22で上半身下半身振って小遣い入れてっていうところでね、もう多分あと2場所か、下手したら来場所で止まるかもしれんけどね。で、上半身で、再び鉄砲ですね。あー2ポイント止まりね。で、もう一回鉄砲。あー5ポイント目ならずね。はい、というわけで、結構ね、収穫多かった場所前稽古になりましたね。224やけなんですけど、新米さんがね、初回ちょっと先場所出遅れた分がね、まだだから2ポイントしかね、取ってないから、そっからやな、まだ11っていう平均になるからね。来場所ね、3ポイント取ったとしてもまだ1ポイント足りないいう状態なんでね、まあ、頑張ってちょっとやってもらいましょう。まあそうやね、78ので上半身下半身に合わせてね、74-74で小遣い上げればもう十分かないうところですよね。コロナーさんは4ポイントアップ、だいぶ引っ張ってくれたね。でこちらもせいね、74-74で、33で引いて4、6で、47だから8あるとしたら80まで引き上げれるね。ただ、24ポイントとして、考えたときに8777で14で、85なんですよね。だから77で止めるのがいいかもしれない。まあ34ポイント2連続とかで行くんだったらもう1回小遣いあるかもしれんけどね。まあそれはきついかな。はい、というわけで、場所前稽古以上で終了でございます。結構ね不調が多いんでね。で、まあ、絶好調も2人か3人いましたけどね。まあ、ちょっと荒れるんかどうかまたね、本場所、実際入ってみてからのお楽しみとなりそうです。では、ご視聴ありがとうございました。初場所の本場所もお楽しみにしておいてください。さよなら。